こんにちはって言ってるんですね、大阪箕面っていうところから来ました角です、北海道は本当距離があって遠いとは思うんですけど、伊丹空港っていうのがね、私はすごく家から車で15分なので、伊丹空港から千歳空港に乗ってるということは、渋滞してる、今日はね四国行きとかね広島行きとか淡路島行きがむっちゃ車渋滞してるんですけど、あの渋滞乗ってんのやったら北海道ついてるっていう感じなんで、まあすごいスムーズで良かったです。で、今日は本当にスペシャルということでね、なんか OM で呼んでいただいたんですけど、まあ別に私がやったからね、あすいません今から大阪弁連発しますけど、私がやったから人が要件入るとか、サインするとかっていうよりも、まあこんなシステムで本当にこんなルールでこんなことが世の中に起こるんだなっていうことが、まあ、事実起こってますっていう話を言い切れるっていうことだけは、まあ、結果を出してきたので言えるかなと思います。で、まあ、この話っていうのは突然来るので、まあ、要するに喋る側もパワーいりますけど、受け取る側もパワーいります。だから受け取ってる人がふーんって聞き流せばそれで終わり、何々それ何なんて思う人はそれはそれなりの話、ところが持ってくる人で、まあ、聞き方がだいぶ違うので、まあ、クラスで一番嫌われ者が持ってきたらもうええってばっていう感じになるし、尊敬する監督に来たら何ですか監督って話になるし、要するに相手によってイメージは多少あると思うけれども、アムエという会社のイメージが悪い言いは多分分かってはれへんと思うんですね。で、まずこの会社の話からいくと、まあ、歴史が長いんですけども、まあそんな話から言ってしまいます。で、私はまず聞いた時に、結婚したての23か4の、まあ、新婚夫婦から始まります。でもパートナーの旦那の方は実は友達がアムエをやっていた。で、パートナーに話が来た。だから一緒にやろうぜと誘われた。じゃあ結婚してる私は何ですかその話はって話になります。だからそれ潜在やと、で潜在のビジネスやって言った時にびっくりしたんですよ。ヤクルトやってる人ってヤクルトおばさんっぽいでしょ、なんていうの、失礼だけどそんな感じ、はいそんな感じね。生協やってる人は生協やってそうな人ね。潜在やってる人はそれそうな人が来ないとダメでしょ。それそうな人が来なくてひげ生やしてトレーナー着てすごいわけよっていう人が潜在の話を持ってきたわけです。それが安住さんっていう人なんですよ。全く潜在とは無関係、逆に本当に選択してはんのっていうような人があんまり思ってきた。だから初めびっくりして、いや近所のおばさんがいい洗剤の話を持ってきてほしかった、それが一番分かりやすいから。ところが洗剤を持ってきてはいけない27歳の、青年がうちの旦那さんに洗剤のビジネスを持ってきたから初めびっくりした。だから私を初めに見たものは、アンメって男の人がやんのっていうのでびっくりしたんです。ところが安住さんのグループは男ばっかりだったんです、その時に、細見くんとか、増本さんとか、増田くんとか、まあ、男の人が多かったので、男の人がなんで潜在なんやろっていうところではすごく興味があったってことですね。で、その安住さんが、まあ、2年半断り続けた旦那と、そして誘い続けてるわけじゃなく2年半に始めた安住さんの違いが出てきたのが、これが一番衝撃で、うちの主人はやると言いました。まず2年半経って安住さんはアムエっていうので成功してた。で、うちのパートナーはリコというコピーである程度、出世してた。ところが蓋を開けたら結果は違うかった、収入が。で、ある時安住さんがオフィスを出すのにリコのコピーを買いたいからパンフレット持ってきてくれって言ってうちの旦那さんが持って行った。ってことは社長と営業マンの関係になっていた。そしたら安住さんがこれとこれ頼むわと言った時にうちのパートナーがありがとうございましたってさすがに同級生に言うのが嫌やから、なんでお前こんなオフィス持てたんやって聞いたら、2年半前に断ったこのアムエで成功できたって言ったんですね。で、これがまあ全然違うかったってことです。で、皆さんも今来てるけれどもスルーしてもらってもいいです。でももし伝えてきてくれた人がもしかしてすごく豊かになってすごい夢の生活をしていた時に、え、まさかあの2年半前に聞いたあのアムエなんていうことがあってはもったいない。
ということで今日本気で伝えてくれてる人がいるので聞くだけ聞いてみたらっていうことと、こんなビジネスが日本で当たり前のようにこれから起こっていくっていう事実をね、この21世紀分かられた方がいいかなって、うん、北海道だけで盛り上がってるわけじゃなくて全世界で盛り上がってる話でもあるし、もちろん大阪は、今盛り上がっております。じゃあこのアンウェイっていうのは何の会社かっていう話になんねんけども、まあ蓋開けへんっていう場合私蓋開け開きました、はい、すいません、北海道は寒いから硬いんかな思ってもちゃう、出ません、出ません、北海道は寒いから出ないんかなみたいな、ちょっと出にくいです、はい、じゃあこれでいきます、蓋開かへんし出へんし、すいません、すいません、ここじゃあ私が悪いんか、はい、はい、これわざとやってるわけちゃいますよ、あ出た、出ましたよ、はいはい、アムウェイっていうのはアメリカンウェイの略でアムウェイとかアイアムウェイ、私の身っていう意味でアムウェイっていう名前が付けられる、おお、そうですか、うん、だから私北海道の人が勝手な想像ですよ、あの青年を大将だけっていうのがある限り分からはんのんちゃうかなと思うんですよ、これはね開拓精神のあるビジネスやから、こんなことがもう生まれたとこから教えられてる北海道民には分かりやすいと思うんですよね、うん、で雨っていうのはその開拓精神の話なんですね、自分から切り開くっていうね、でこれはできたのは約55年前、まあ皆さんにとってはへっと思うけどアメリカでは歴史あるものです、コカ・コーラボトラーとよく似た年月があります、国が若いので、まあ、意外と古い、老舗の会社で、この会社がすごいのは58カ国に広がっていて撤退した国がないということです。でなぜかというとこの会社のポリシーは成功したい、全ての人にチャンスを提供したいってできた会社なんです。これは分かりにくいけど分かりやすい、ね、どんなことかといったら松下幸之助さんってパナソニックの会社あるでしょ、ね、大阪にありますけど、あの人は世の中に明かりをって言ってできたのがパナソニックです。だから家電に力が入れて、明るいナッショーなどって歌える人いっぱいいると思うんですけど、要するに電気に力入れてる、ね、じゃあ世の中に明かりよって言ったポリシーがずっと続いて電気がいっぱい普及して、そして家電がいっぱい普及して、そして家庭が豊かになった。アムウェイは何かというと成功したい全ての人にチャンスを提供するっていうのがベースです。じゃあ成功って言っても、まあ、1万でもいいと、100万欲しい人もいると、いやお金じゃない、自由が欲しい人もいれば、いや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 ボランティアをしたい、まあ、いろんな成功を手伝いすると、しかも全ての人ということで58カ国に広がってる。どういうことかといったら国も違う、宗教も違う、経済も違う、そんな国にいろんな国に入っても分かるビジネスにしたい。だから中国アムウェイ、イタリアアムウェイ、フランスアムウェイ、スイスアムウェイ、いろんな国があります。その国に入ってる、撤退した国が1カ国もない、要するに全ての人、人間なら分かるんじゃないのっていうぐらいのシステムにした。そしてチャンスの提供ってことで収入と時間と仲間がもしあなたに手に入ればすごいチャンスをつかんで何かに変えることができるんじゃないってことで、このアムエっていうのがこのポリシーを持って初めスタートしました、うん、ポリシーを持った人は誰かというとジェイとリッチっていう2人、この2人が同級生同士、ハイスクールが一緒でこのビジネスをスタートする。でジェイ・バンデルは後に全米商工会議所の会頭っていう、今やってます、息子が、これはすごいですよ、全世界、全アメリカの会社のトップ、これがアムウェイの会長がやってるんです。分かります？北海道の商工会議所の会頭は誰か分かりません。昔大阪はサントリーのサジさんがやったり、京都のワコールの大塚さんがやったり、その国その町を代表します。じゃあアメリカの会頭誰がやってるの？アムウェイの会長がやってる、うん、リッチ・デボスは NBA バスケットボール、オーランドマジックっていう球団をポケットマネーで出してる。要するにこの2人っていうのはすごい有名人になってしまいました。要するに超優良企業です。なぜかというとこの会社58カ国1兆円の売り上げです。しかも無借金経営です。借金持ってない会社ってなかなかないですよ、うん、ってことはこの会社はすごく優良です、っていうか
あの大きい会社、安定してる。で本社はどこかというとミシガン州のエイダっていうちっちゃい町にあります、うん、ちっちゃい町やからどうやって言うけど、パナソニックって全世界で広まってるけど、本社ってね大阪の門真市ってしょうもないちっちゃい町ですよ。これ本社です。でもそっから全世界に発信してます。私は門真市言ったら免許の更新の場所なんですけども、まあ、そんな感じです。要するにそのちっちゃい町にあって、でもそこに行けばアムウェイの本社、電車が後ろに線路が走るぐらい大きい本社と、そして、病院があったり体育館があったりアムウェイプラザホテルがあったりということで、アムウェイが建てたホテル、ここはみんな LOC で掃除してる綺麗なホテルです、うん、こういうホテルもある。これがミシガン州のエイダにあるってことはすごい面白い話で、である、政治家がね、こんなにアムウェイの会社が大きくなるならこの本社をニューヨークとかに移転させたらもっと目立つよって言ってくれたんですけど、このジェイとリッチは生まれ故郷エイダで必ずこのビジネスを大きくしてこの町に、このミシガン州に返したいっていうことで、ここでずっと会社を立ち上げてるってことです。ですからこの会社っていうのは本当にこれだけの歴史があって55年で、その1カ国が日本アムウェイっていう会社です。これができたのが35年前です、うん、昔はねビルの5階と6階がアムウェイの本社やねんとかビルの中に入ってたんですよ、私らが始めた時、うん、ですから、どこどこ何階何階って言ってた時代があったんですけど、今は渋谷に日本アムウェイっていう 本社ができてます、自社ビルを持ってます、ネットワークビジネスの中で自社ビルを持って渋谷の一等地に立ってるってすごいと思うんですね。もし東京行かれたらぜひ一回寄られたらいいです。そこのね12階かなが違う企業が入ってるんです。でそこはアムウェイに貸してって頼んできはったから、もうしゃあない貸したろかっていうことで貸したところ、これはどこかというと NHK です。わかります？NHK が借りるビルっておかしいビルじゃないでしょ。やめネズミ校ちゃん、ネズミ校のビルに NHK 入らないから、わかります？ですからここの12階かな NHK が入っております。なので皆さんが思ってる常識と実際起こってる常識がこれだけ違うんですね。ですから、かなりトップのクラスの人にアムウェイってどんな会社か本気で調べたらすごい有能な会社、要するに安定した会社、本当に利益の高い会社っていうふうに言われると思います。ですから皆さんはもしビジネスをしたら58カ国のテリトリー全部に広げれるんですよ。ですから自分の伝えた先に転勤でアメリカ行った人がアメリカでアムウェイをしてもそれはグループになるということでは、日本でやってる、北海道でやってる、うん、何々町でやってるとこから始まるけど全世界に広げる可能性もあります。はい。でこのリッチとジェイが今子供たちが後を継ぎ、今はね大きい会社になったなと思う、もう一つの理由は、この前大阪の、京セラドームにクリントン元大統領が、アムウェイの講演会に来ました、これはね、国家産業じゃないかと言われるぐらい元大統領というのはねアメリカでは偉いんですよ。その元大統領が一企業にスピーチしに来るっていうのは国を挙げての、会社だよっていうことではアムウェイがね、日本アムウェイっていうところ とスピーチをねしに来たっていうのはすごいなと思います。ですから私クリントン大統領と写真撮ってる写真あるんですけど、もう喋ったらあかんとか、うん、あのなんていうのすごいうるさかったです。 SP っていう方がほんまにずっと見張っててね、帽子かぶったらその帽子の中開けろとかすごい検査があった上での写真だったんですけど、本当に元ってついてもすごいんだなって思いました。で、まあ皆さんからしたら成功を望む全ての人にチャンスを提供するということで、今日はチャンスが来たよって話になります。じゃあこのチャンスが今は消費税で3600円かな、3600円がなんかで、まあ、3500円やったんですけど、まず登録をすることによってその会社と取引ができるって話なんですよ。これがみんなとしてはピーンと3500円払えばいいの？いや払えばいいのっていうのは払うっていう意味じゃないんです。このアムウェイっていう大きい会社と自分が取引をする金額です。で辞めたかったらそのお金返ってきますから、まあ、とりあえず
まあ払うんでしょっていう人は払ってください。なんでかというとメリットがあるから払います。何のメリットかなかったら払う必要ない。まず製品全部仕入れ値段で買う、20から 30% オフで買う。これはすごいですよ。私あのこのカタログの中でもうびっくりするのは、営業してる人なら分かるでしょ、世界で一番売れてる浄水器と空気清浄機を扱えるってすごいですよ。皆さんね、一般素人でしょ、なんか知らんけどいい匂いするわとか、なんか知らんけど美味しいで、これだけでね世界一の商品扱えるってすごくないですか。普通はねもっと資料こんなに持って歩かないんです。でもねなんか美味しいね、なんかねスーッと喉に入んねやんかって、この説明でいけるってすごいなと思うんですよ、うん、これをまず安くで買えるし、まあ人に教えることもできる、うん、それともう一つは家に届くこともできる、宅配がある、うん、大阪ではね佐賀急便のある営業のところではアムウェイの箱だけを掘り投げんなっていうのが壁に貼ってあるらしいんですけど、あのそれぐらいアムウェイっていうのは上得意ですね、5000円の発注をすると送料が全て無料です、ここで言うと網走地区かなんかまで、届けてくれるし、沖縄の那覇まで、まあ、とにかく注文して5000円以上注文すると送料無料で48時間以内に届けるように頑張ってます、これを登録すればすぐ家の目の前にポーンと製品が届く。ですからうちのグループでも、滋賀県の彦根っていうところではね、本当に雪がここまで降るんですけど、ね、おばあちゃんもみんな登録してる人多いです。でなんでかって言ったらね、雨の佐賀急便だけは根性で雪かき分けて最後の最後にはポンと荷物持ってきはるから言うて、愛用されております、うん、ぐらい、まあ、根性出すと佐賀急便を、まあ、持ってるのか知らませんけど家まで届く。ってことは日用品の醤油とか洗剤とかシャンプーリンス、そして化粧品を家の前まで5000円以上の注文をすれば届けてくれる。これ子どもさんが小さい人も、ね、お年寄りの方もすごく便利だと思います。これだけでもメリット十分やんって言って登録する人が多いです。ただこれだったら通販と一緒です。でも今日説明したいのはそうじゃなくてボーナスシステムなんです。これもついてる。でこれが知りたい人もいれば、これとこれを知ってからこれを知る人もいる。要はボーナスシステム、これは何かというと、これが要するに収入と時間とそして仲間が手に入るっていうところにつながるところです。その権利を3600円で買ってる。その権利に興味がなければさっさとやめる。これだけの話です。で、ふーん、私悪いけどメンバーになって家に届くだけでいいわって思う人はもうそれでも全然 OK です。ただここまで聞いてから決めてっていうところで今日ね連れてこられてると思います。ですからメリットはとにかくいい製品です。特に化粧品、私綺麗と思わへん、うん、まあちょっと脅迫っぽいですけどこれアーティストリーっていうのが世界トップ5です。シャネル、エステローダー、ランコム、クリニーク、アメです。でアーティストリーが発売してから、今日の今日まで使い続けてるのは私なんですけど、まああと2ヶ月で52歳になるんですけど、やろっていうことで、まあとにかくアーティストリー世界トップ5の意味が分かります。すごくいいです。嫌なら返せるから、まあ、使ってみてください。それとまあ言ったら浄水器もいいですよね。北海道の水が美味しいとか絶対言う人いるでしょ、ね、絶対いると思うね。大阪でもおるから、うん、そんなん絶対ね自己満足あります。その中にどんな成分が入ってるかとかいうことが大事ですけど、今ね50度のお湯を飲んだらすごい体調がいいので今50度が流行ってるんですよ。ね、沸騰して下がる50度じゃなくて水から50度にして朝から飲むとすごい体調がいいです。それはねインダクションレンジと浄水器がなければ無理ですけどね。あ、温度計いちいち入れてあーって慌てながら火止めたりつけたりするのもいいけども、まあ私時間ないんでインダクションレンジ、それ結構朝から飲んだらいいんですけど、本当に朝からねコップ3杯ぐらい飲むと本当にね体温が下がらないというか、体温が上がってすごい調子がいいんですけど、とにかくお水も美味しいです、うん、でいうことで、じゃあそのボーナスというのは何なのかっていう話になるんですけど、これがアムウェイの一番の面白いところですね。毎月もらうのをアムウェイのボーナスと言います。で私は安住さんがスポンサーなんで、安住さんに言われたことは初めこれだったんです。これもう皆さんも聞いてると思うんですけど、本当にこれ出ないですけど乾燥してるからですかねなんか出ないですけどいいですか、ペン
これは何かやっぱり出ないな赤でもいいですか、はい、じゃあ何かというとまず収入と時間と友達このバランスが悪いのが日本人だよってすごく教えられました。これ何かというと、私が教えてもらったのは、私の子供もそうですけど私もそうでした。学生の時、ね、友達が多いお金ないで時間たっぷりやこれ大学生も高校生も学生楽しいやん面白いやんってお金ないけどね友達いっぱいおるしねみたいな。じゃあ次 OL になったら友達微妙に減りました。減るっていうかね特に女性多いから 言わせてもらうけど、ね、卒業式の時一生友達でいようねって校門の前で泣いたでしょ、ね、で彼氏できたら何やってんやろっていうぐらいみんなチリジリ笑いますよね。これしゃあないですけど私もそれで友達が微妙に働くと減るんだなと。でお金は増えました、うん、でも時間がなくなった。これ OL。 じゃあ次専業主婦やりました。時間たっぷりありますけど自分のお金ないし友達も微妙に減る、うん、要はこういうことが繰り返し繰り返し起こる。要するにこれ正三角形になることない。で私は理工行ってる時に本当に大金持ちの社長さんいてでフランチャイズで先行してるから時間もいっぱい。でもその人はいろんな会社潰しにかかってたから多分全然信用して友達おれへんからいつも孤独にパターしてたから多分全然友達おれへん、うん、営業マンゴルフに誘ってるぐらいですから一緒に回れる人いない。次時間いっぱいあって友達大事にする人この人って絶対に残業できひんから超貧乏です。分かります。じゃあ友達大事にしてお金持ちの人ね、あの企画会社の社長さんとか言いましたね、お友達大事にするから飲みにも行くし仕事もバリバリするし寝てへんから人間ドックに引っかかってたからもう死んでると思います、うん、要はねこれの繰り返しなんですよ、うん、どれかを取るとどれかこれなんでかっていうと労働収入やから。日本人が大好き95大好きってこれしかないですけど 95% ぐらいかなって言われてました。でそうじゃない人がいるらしい。それは何かというと印税収入権利収入もうちょっと分かりやすく言うと年金収入これが 5% から 10% ぐらいかなみたいな、うん、これって何かというと過去やったことが残る、うん、これは今現在やってることの収入っていうことです。これ出る、はい、少しは出る、はい、乾燥してるからか、あ、出た、はい、ってことです。じゃあ私たちはこっちです、ね、パイロットの人もこう医者もそう働いてるに間をもらえる死ぬとなくなる。ここの人は過去やったことが残っていく可能性があるあるいは年金は死んでからもらえませんってことです、うん、だから AKB48 って可愛い、ね、歌って踊って可愛いけど10年後はもう無理です。これ労働収入。モーニング娘復活したけど結構きつかった、うん、これも労働収入です。じゃあこっちは何かって言ったらツンク、わかります、秋元さん作詞してます、これ権利収入。どっちがいいかってそれはこっちの方がいい。これはでも才能がいる、うん、で権利やったら駅前にパーキング持ってくる。要するにもう家族全員、あ、資産、子孫、うん、全員、要するに先祖も全部金持ちみたいな。で年金は私らの時あるかどうか分かんない。だからやっぱりこっちだよねって言ってみんな働いて貯金をする。これが労働収入だから時間がなくなる。じゃあこっちの人っていうのは本当に ほんの一部の人、これが 5% かなっていう。でアメっていうビジネスが一体何がすごいかって言ったら労働収入から始まるようなビジネスなんですけれども、結果ここにつながる印税とか権利につながるロイヤリティにつながる仕事なんです。これを一般人が取ろうって話です。で皆さんはここら辺のものってなかなか取れないですよ。だってね曲って全員作れるんですって。ふん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 で鼻歌で適当に作れるでしょ。でねみんな曲って全員作れるんですって。ところがね売れる曲を作れる人がいないんです。要するにここら辺の人は売れる曲を作れる。で曲ぐらい作れるけど売れないと意味がない。本当は音楽の教科書ぐらいに載ると印税が確実になるらしいんですけど、まあ、こういう感じです、ね、だから私たちはここで生きていこうっていうことを決めて貯金をしたり保険をかけたりする。
ところが今から言うアムエがそのロイヤリティにつながるっていうのはどういうことなのか、たった 5% とか 10% ぐらいしか取ってない人のその権利というものを私たち一般ピープルがここに食い込む方法があるとしたら、これは何かというとアムエというビジネスを取り入れるとこれが変わるって話なんですね。だからみんながえちょっと待ってってこれ思ったのと違うかったわっていうのはここなんですね。じゃあそれはなんで取れるかっていうと、もう話は簡単なんです。この会社がすごいのは55年前にもう何がすごいかって言ったら無駄を省いて未来を考えただけなんですね。このジェイとリッチがこの汚いわけわからないですけど、他社の洗剤とアムエの洗剤、もうメーカーの取り分が 40% ね、大体ですよ、ね、40% 店が取ったら店屋さん 30% スーパーや薬局で、もしメンバーじゃなかったらあなたが安く買えますよっていう話です、うん、じゃあこれで話は終わるんですかというと、ここが問題。日本人が大好きな中間流通マージン、これがいっぱい入ります、商社代理店問屋、そして CM でサンプルを作ったりします。でこっちはって言ったら J とリッチはこれを無駄やと省いたんですね。これは将来なくなっていく、こっちが置いといた方がええんちゃうのって、このお金を1番 21%、 2番 4%、 3番 3.25% に分けて個人にばらまいたらどうよって考えたんですよ、うん、マスコミを使うか口コミを使うかの違い。口コミをした人にこれプレゼント、第1ボーナス第2ボーナス第3ボーナスに分けて分配します。もしアムエが1000億売り上げたら300億を個人にばらまくって話です。いやいやこっちはね、何かって言ったら50円100円200円300円400円500円定価で買ったら600円みたいな話が、ここを全部自分が取り返せる仕事がアムエなんですね。で1番が労働収入、2番が印税的な収入に変わります。なのでこれを全部いただけたらちょっと人生変わりませんかねっていう話なんですよ、うん、でこっちで買い物した人が悪いわけじゃない。でもアムエといういい製品に切り替えたらまず安くでも買える。でもこの 1,2,3 を全部取り返すことができたらもう人生ひっくり返るぐらいすごい話になります。でこれもアムエというのは自由です。そうは言っても私いいねん、安くで買えるだけでもこれでもいいです、いや面白そうやからまたやってみようかな、これも OK です。自由なんです。20歳以上で学生じゃなければ誰でも OK です。あなたに任せる、自由にどうぞ、ね、次平等です。私これ好きですけど上の人と下の人の値段まず一緒です、うん、アムエから全員直接お買い物しますので私も1000円、協賛した人も1000円、うん、10年関わってる人もメンバー価格っていうのは全員一緒です。しかもこの会社親切なのは私お金持ってるから1000個ちょうだい、その代わり割り引いて、これなしです。資産のある人が勝つようにはしない、1個買っても100個買っても単価は一緒です。でお店に並べてはいけないで男女平等、そして次は安全です。これがすごいですね、私たちのグループはサラリーマンが多かったです、これは何かというと 100% 現金返済保証をつけたんです。嫌やったら返せるっていうこと、これはすごいです、うん、使ってみて嫌やったら返品できると。納品書さえ置いとけば、耐久品は1ヶ月、消耗品は1年以内に返せばいいです。例えばお鍋を買いました、ケーキが焼けると言ってケーキ焼いて100個焼いて101個目にやっぱり無理と思ったら返してもらっていいですよ1ヶ月以内だったら返せるもんなら返してみろって感じ、もう手放されへんはずみたいな、うん、それでもねやっぱり嫌だなって言ったら OK です、クーリングオフって8日でしょ、8日でわからないこといっぱいあります、うん、ですから1ヶ月以内で、化粧品とか洗剤は1ヶ月以内1年以内ですね。ってことは返していいんですよ、嫌だったら必要なものを必要なだけでも、それでも嫌だと言ったら返せる。私のグループは化粧品よく流通してます。でどうやって進めてますかって言ったらとにかくいいねんと、嫌やったら返してくれていいから、これだけだし26年か7年やってきたんですよ。でなぜかというと嫌だったら本当に返して前の化粧品に戻せる、これだけでも保証がついてたら、うん、試してみたい
らいいんじゃないって話は本当できるんですね。ですから自由で平等で安全な上に安くで買えて、キャッシュバックを自分が欲しければ欲しいだけ、やりたければやりたいだけ取れるということです。ただし1番は労働収入、2番3番が印税的な収入、これを自分がどこまでやりたいかは自由です。ここでいいですか、はい。なのでまあじゃあ1番からやっていく、これがねアムウェイの面白いところで、もう順番があってね、まず1番、この1番がここからです、うん、このボーナススケジュール表で1番が 21%、 これは誰しもがやる、これは労働収入的な感じ、まず自分がちゃんと動くっていうことですね。簡単です。まずあなたが買い物する、1日から月末まで何ぼ買ったらいいかは自由です。ただ私がおすすめしてるのは、まず3万 PV を試してみたらと言います。3万 PV って何かというと1ポイント1円で計算します。で3万 PV は3万円、え、3万円も初め買わされんのちゃうし、試しに買ったらって言ってるだけみたいな。でね、これなんでかって言ったら、レシート見てください。1ヶ月のレシート、あね、どっかでシャンプーとかリンスとか、歯磨き、歯ブラシ、それとか、洗濯洗剤、それとかファンデーション、それとかコーヒー、ね、カタログに載ってるものね、1ヶ月のレシート見てみたら3万円ぐらい、3万 PV ぐらいね、どっかで買い物してます。それをアメにブランドチェンジしてみる。で本当は 1.3 ぐらいですけど、計算しやすいように 1.1、 じゃ3万点買いました。そしたらこれ 3% っていうところにかかってくるので900円が返ってきますって話です、うん、これどういうことって言ったら、買い物してもキャッシュバックがある、うん、普通はお皿くれたりポーチくれたりするのを現金でくれます。現金が一番いいと思いません、うん、だから年間3万点買い物してる人って1万円ぐらい年間ボーナス入ってるから、みんなでお寿司行こうってことができるかもしれないですね。でこれでうんと思うけど、うちのグループで銀行員の人がこれで感動してくれたんですよ。率がいいですね、アムエさん大丈夫ですかみたいな言うんですけど、歩合がいいとか言ってましたけど、親身がありませんけど、なぜかというと欲しいものを買い物して、そのキャッシュバックが900円以上、これ本当は 1.3 あったら1000なんぼなんですけど、これを漏れなくもらえるっていうのはすごいお得ですよね。必要なもん買ってはるんでしょっていうから、必要なもん買ってますよみたいな、こんな感じです。でまずボーナスが取れるかっていうのを使ってみてください。でこれが気に入ったら、気に入ったら仕事になります。このアメっていうのは営業じゃなくって口コミっていうところがすごい深いんですね。営業はダメです、口コミ、これです。いいかどうかだけ喋る、ね、このビジネスに感動してもいいけれども、製品が気に入って口コミするかどうか、うん、ですから売るっていうのはね、いいか悪いか分からんけど売るってことで、口コミはいいから言う、あかんことも言う、要するにどっちかしか言わない。だからあなたが気に入るかどうかは勝負です。もし気に入ったらこれを友達に言う。で友達に言った時に、あなたが配達してあげるとか言うんじゃなくて、みんなアメから買い物するっていう、ね、沖縄の美味しい黒砂糖をここで仕入れたらむっちゃ美味しかったから、ここで頼んだらええでっていう話とよく似てて、もう皆さんがどこから買い物するかっていうのを教える。ならみんなが自分で買い物する、で自分の家に届く、で誰にお金払うかって言ったらアムウェイにお金を払う。これ誰から買い物したかということだけコンピューターに残ります。であなたは3万点、 A さん3万点、 B さん3万点買い物したら、これ全部足したら9万点、9万点で言うと 6% です。で5400円が A さん、 A あなたに入る。でこれを独り占めしたらあかんから割ろうって言った時に、3で割るっていうふうに考えるのを平等やと思う人いるけど、本当の平等は誰が一番お仕事をしたか、その人から渡す、その人が一番たくさんもらうってことです。だから幼稚園の子に誰が一番おしゃべりしてる、あなたみたいに言いますよね、うん、ってことはあなたが一番もらえる権利があるはずなんですね。ただしルールはまず友達からです。 A さんはっていうと900円、先月自分がもらったと同じだけです、900円。じゃあ900円を A さん、900円を B さん、3600円、これが自分の取り分です。はい、あなたが一番多いです。でもこの人は減らされてはいません。でもあなたが一番多い、なぜかというと CM 代やから、誰が一番コマーシャルしたか、うん、でも A さんが900円は納得できた、でもあなたが多いのがわからないって言われるのはよく言われます。じゃああなたの上は誰かというと、スポンサーという人がいます。このアメというのは紹介者がいないと絶対できない。じゃあこのスポンサーは
もし3万点買い物してたら、この中で一番多いのもこの人のような気がする。これが上が儲かるパターンですよね。じゃあこの人が一番多かったらこれおかしいです。じゃあこれ計算します。3333でこれ全部足したら12万点です。12万点は 6% で7200円。これが一番この人に入ります。だから上が儲かると思うんですけど、同じことです。まずは友達から払う。はい、あなたのグループ全部で5400円出てます。はい、5400円を下に払うと1800円。スポンサーは1800円です。あなたは3600円、900円、これ収入が逆転してます。あなたが一番多いです、うん、ってことはこの人は何したかっていうと、3万点のお買い物に1人にちゃんとリレーした。この人は3万点のお買い物に2人にリレーした。この人は3万点は買い物したけど誰にも言ってない。これがボーナスの分配なんです。ってことはこの人は上の人を抜けたってことです。でこの人は減らされてるわけじゃない。ってことは A さんからしたら、上に人が何人連なっても900円は900円、あなたに人が何人上に連なろうが3600円は3600円。だから上が儲かる話じゃなくて、やったらやっただけです。ですからこの人が30万点のグループができたら全員抜かれてこの人一番多いです。やったらやっただけです。これがね、アムウェイでは本当の平等やと言ってます。ですからこれいろんな数字入れてみてください、うん、どういうことか。新入社員が部長の収入をぶち抜いたり、部長が社長の収入を抜いたりすることって会社ではありえないけど、このビジネスにおいてはよくあることです。だからキャリアが何年かじゃなくって、あなたはどれぐらいグループを大きく持ってるかって話になります。ってことで、じゃあこれが進化したらどうなるかというと、進化します。あなたがこれを口コミする、いいものは広がるという理屈があるなら、自分なら絶対これを一生使うだろうなっていうものを最低5品から10品見つけたら、これ絶対広がるって分かりますよ。で、誰も言わんでも誰か広がるわって分かったら、これ言った方がいいんです。で、これ伝えていくとこうやって広がっていくんですけど、これが想像できない人が多いんですよ。私はこれが一番面白いと思います。どういうことかというと、あなたは B さんに言った。 B さんはふーん、確かにトリプル X、 世界で一番売れてるサプリメント、これ AC ミランが食べてる公式認定食品、これを食べたらむちゃ元気になったから同僚に言うわ。で、同僚の奥さんが隣のおばさんに言った。おばさんが自分の息子に言った。息子の彼女がスチュワーデスでキャビンアンテンダントに広がったらどうすんのって話。ネグズネイウェとか言うでしょ。なことないって言うてる人はなれへん。あれ、そう思ってる人はなるんですよ。で、なんでかって言ったら、ネットワークっていうのはすごく面白い。あれ、日用品なんです。毎日使うんです。で、男女に関係ないんです。誰もが使うんです。生まれた子供からおばあちゃんまで全部使うものがこのアイテムに入ってて、いいものは広がるっていう理屈が分かってたら、一体どんな人に広がるんやろうっていうのは面白いんですよ。でも私の周りはね、そんなに広げる人おれへんと思うって。それあなたが決めてるだけなの。思ういいものは広がるの。で、私いつもこれでギャグみたいなほんまの話するんですけど、私のグループでね、こんな人ね、もう暗いねん、暗いで暗いねんけど、アムウェイの話のマーケティングプランとデモンストレーション見たら、私も人に言ってもいいですかみたいな。で、その時どう思ったかって言ったら、えって思ったわけ。この人よりさらに暗い人来たらどうしようかなって思うわけ。でもその人なんかこのシステム分かったみたいで、なんか頑張りたいですとか言って、えとか、ちょっと嬉しい反面怖いみたいな。で、その人がね、連れてきた人、どんな明るくて可愛いか、こんにちはっていう人、びっくりしましたね。で、友達って言ったら親友やって言うね。えって。で、これね、よく観察したらね、デコボコですから、必ず暗い、明るい。で、この明るい人次連れてきたん、暗い彼氏、もう生きてんのか死んでんのかわからん彼氏よ。はぁみたいな、気が合うんですとか言ってびっくりしますよ。そう、暗い彼氏の友達明るい、わかる。これね、ネットワークなんです。で、暗いから明るいわけじゃないよ。この人なんかアメリカンドリーム大丈夫っていうような人でも、この友達の妹は明るいかも、その妹の彼氏は暗いかも、暗い彼氏の同級生は明るいかも、明るいくらい関係なくみんな使うから、これネットワークになる、うん、だから要するにどんな人が出てくるかって面白いなと思えたら、これネットワーク面白いわけ。
うん、だからやりそうな人とか買いそうな人を見つけてやるんじゃなくて、リレーしていくっていうことの面白さを分かってもらっていいです。だから私はいつもやってる時に、この人が変化して面白いなとか、この人に連れてくる人どんな人やろとか、この人が教えてあげたい人ってどんな友達とかすごい興味あります。その人が明るいか暗いかっていうのは一瞬まあそういうので思うけど、必ずリレーした時にいろんな人が出てくるのは面白い。 で全員が思うのは、歯は磨く、うん、シャンプーもする、うん、誰もが洗濯は必ずする。で健康になりたい人が多いからサプリは飲む。だからどんな人であっても自家消費はするっていうことにね、無駄はないんですよ。ですからネットワークっていうね、面白さを楽しまはったらいいんですよ。でもなんか私の周りはなんかやりそうな人いない、いやあんたがそう思ってるからやれへんねんみたいな話、うん、あなたの周りにやるそうな人じゃなくって、いいものは使うっていう人がいれば、その人の先にはビジネスとして分かる人が出るかもしれない。この未来はあなたに読めないです。なぜかというと、読めてんねやったらあなたもう成功してるよ、ね、でもどんな人が出てくるか分からない。逆に楽しい、要するにこの日用品を共有できる人がいっぱい出てきたら楽しいなと思ったら、これねリレーされたらいいですよ。で、あの自分の伝える人がいかにも頑張りそうな人じゃなくて、本当に使うものを使いたい、いいものをいいっていう人がリレーしていくのが一番ね、一番早いと思います。で、50万点、40万点、30万点、20万点、10万点、あなたは3万点買い物したら、これ153万点、21%、とうとういったねみたいな感じ、ね、ここ長い人、惜しいんですよ。ここ、タッタッタッと言ってくださいね。ここ長いのが楽しいんじゃない。ここ早い方が楽しいです。うん、でみんなここをね、地味に頑張る人いいですよ。これね、地味に頑張るんじゃなくて、ホップ、ステップ、ジャンプぐらいで言ってください。そんなうまいこといけへんわって思ってるでしょ。違うね、そう思ってやったらホップステップでいくんですよ、うん、ということでこれ入ります。でこれはい、下に渡します。はい、この人はっていうと 12% で6万円ってことで、はい、あなたのグループから全部払うと残り月25万から30万ぐらい入ります。これ給料と別ですよ。これ豊かさの部分です。皆さんがお仕事するのは食べるため、生活するため、うん、このお金は、うん、豊かさ、遊ぶため、うん、未来のためですね。これがすごい楽しい。で30万あったらどうしますって言ったら、いやそれは楽しいよねって言って、うん、どんなとこ行くって言ったら、まあいろんなとこ行く、ね、北海道の人は寒いから沖縄に行きたいっていうのかもしれないし、ハワイに行きたいって思うかもしれない。じゃあハワイに行くって言った時に、はい、30万あって何ヶ月とか貯めたらハワイに行けるよねって言った時に、うん、A さん、この人は6万円ね、グループに払ったら4万円ぐらいかな。ってことはね、とうとう自分が 21% いった時に差ができたんですよ、うん、あんたいいわ、そらあんたはハワイ行けるわ、私なんかどこ登り別温泉行くみたいな、こうやってるのか知らない、うん、これどういうことか、差が出てくるわけです。だからあなたはハワイ、ね、この人はよく行って東京ディズニーランドぐらいが精一杯っていう差が出てくる。このビジネス、差を出していく仕事じゃないんですよ、うん。じゃあこれなんでかって言ったら 12%9% 差が出てくるから、お金の差が出る、うん、じゃあどうしたらいいかっていうと、3つの選択がある。1つは、貧乏人、あんた東京ディズニーランド行ったらいいね、私ハワイ行くからさよなら、これ1つ。もう1つは、しゃあないな、もう行きたくないけどディズニーランドに付き合うわ、これ2つ。もう1つは、分かったと、あなたを手伝って150にして一緒にハワイに行こう、これ3つ。はい、あなたの性格はどれみたいな感じです。で、アムエは一番面白いのは、分かった、じゃああなたも150万点やってちゃんと収入取って一緒にハワイに行こうよっていう話が本当はいい話なので、 21% で手伝う、こういうマーケティングプランを手伝ってあげたり、お料理を教えてあげたり、このグループが150になったら一緒に行けるじゃないってことです。ところが 21% と 21% が一緒になったらボーナスが残らなくなります。どういうことかというと、みんな 21% になったらどうすんのって話になるので、次に出てくるのが、さっき3つがあった2番目の 4%、 これ出します。この売上高の 4% をあなたに払うというボーナス。どういうことかというと、アムエは 21% をこの人に払うから、はい、25万円払います。じゃああなたに何くれんのって言ったら、この売上高の2番目の 4%、 約10万円ぐらいを
別で払うよっていう話でこう2つにくれるわけです。で普通フランチャイズ店はここの何パーかを上に持ってきます。わかります？本部に納入みたいな感じで、フランチャイズ店っていうのはノウハウ料を払う。ところがアムウェイのすごいのは、あなたには 21% よく頑張りました、じゃあ私にはっていうとこの売上高のこの 4% を出してきます、うん、ですごいのは独立してない人のボーナスを第一ボーナスで、独立して、した人のボーナスを第二ボーナスで2つもらいます。じゃあこのグループが毎月150人行ったり、あるいは A さんの友達の Y 子さんが150人行ったりすると、毎月安定すると毎月 4% の約10万円。じゃあ2人独立したら ×2×3×4 と入ってきます。ましてこのグループがどんどん大きくなったら毎月、じゃあ死ぬまではって言ったら死ぬまでくれる。じゃあもしかして50年後60年後私らが死んだらどうしてくれるのって言うと、死んだらあなたの身内、これからは他人でもいいと言われてますけど、周りの人に贈与できます。それで今の日本の法律では贈与税がかかりません。なので死んだ時にうって言ったら、って泣きながらちょっと含み笑いみたいなね感じで、いただけるんですかみたいな、うん、感じですね、うん、それは税金がかかりませんので、ね、今土地や田んぼ残してる人、うん、結構贈与税がすごいです、それがね、うん、これは物じゃなくて権利なので、その身内に残す。である人はアメリカ人のね独身の男の方は最後まで独身を貫き、ここは老人ホームに、ここは施設に、ここは、なんとかにって言って死んでいった人はそこに死んでからも今寄付している状態です。ってことは死んでからのボランティアができるってことですね、うん、ってことはね、子供たちに言うこと聞かしたかったら、あんたら残せへんでって言えば言うこと聞く、ね、でも残すだけのもんないやんって言われたらこれアウトですね、うん、なので頑張らないといけないってこと でこのロイヤリティっていうのは仲間の成功によって権利です。じゃあまず150万点いくと SP、これ月に25万円から30万円ぐらいです。これを6ヶ月続けると DD、 誰でもできるっていうから DD ですよ。わかります？12ヶ月続ける人はファンダース DD、 年収400万ぐらいかな、うん、自分のグループから本当に開門する人がほとんど安定してきましたっていう、これお仕事しながら全然できます、ね、次2人を成功させました。2人の人を独立させて150万点、しかも6ヶ月以上安定させるとサファイア、年収400万から600万ぐらい。次3人の人を成功させるとエメラル、これはもう600万から多い人は1000万あるかもしれません。これは絶対できますよ。3人ですよ、3人、うん、主婦の方でもサラリーマンでも、どんな方でも周りに3人ぐらい将来のことを考えて何かをしたいっていう人、これはね、できる。6人までいくとダイヤモンド、もう法人にする方が多いです。法人できます。1500万から2000万で、9人成功さすとエグゼクティブダイヤ、年収2000万から3000万というふうにどんどん上がってきまして、12人がダブルダイヤ、15人がトリプルで、18人がクラウン、20人がクラウンアンバサ、うん、これはね、億って言われる。億っていう字は人間にこういう字、人間が意のままに自由に生きれるから億って言うんですって、っていう感じです、はい。で、まあ、入本さんはトリプルダイヤですから、ほんま 4,5 千万ね、5,6 千万もらってると思うんですけど、これね、私はすごいと思ったのは、私は OL 出身です。でうちの主人もサラリーマン出身です。だからこれ見てどう思ったかって言ったら、えって嘘やろって思ったんですね。なぜかというと自分の上司でさえ、うん、800万もらってんのかなって思ったからです。ってことはどういうことかというと、無理なんちゃうんって思ったんですね。でこれ注意してもらいたいのは、ここの金額で見ると多分難しそう、こんなん取れるわけない。それはなぜかというと周りの人たちの年収を見て比べるからですね。ところがこのシステムはこの人数を見る、さっき言ったでしょ、自分の周りに一緒に何かをして将来のために頑張っていきたい、あるいは自分のビジネスとしてちょっとずつでもやっていきたい、うん、いいもんだったら人に教えたいっていう人が2人3人6人私これはいるかもしれないと思うんですよ。1000万稼げる自信はなかったけど3人はいる、
2000万取れる自信はなかったけど6人の仲間はいるかもしれないって思ったんです。これ考え方はそこです。ですから金額を見て決めるんじゃなくてこの仲間と何人盛り上がれるかっていう話です。それと先着何名じゃないです、先着何人はい終わりじゃないです。ここにいる人が全員 DD になったら全員 DD になれるんですよ。ですから競争はないです、自分のペースでゆっくりやったらいい。でもう一つはうちのグループでエメラルドまでやって今ゆっくり休憩してる人がいます。まあ自宅で仕事もしてるんですね。でその子はエメラルドまでむっちゃ頑張ったんですよ、で今休憩してて10年間通帳を開けてなかったら3700万入ってるんですよ。今月も入ると思いますよ、これ何かというと過去には頑張った、今はちょっと雨から離れてる。でその人はまたやる気になったらまたやろうと思ってるって言ってました。これも自由です。ですから皆さんがもしダイヤまでやってやっぱり僕は留学したかった、だからオーストラリアに留学するよって言ってしに行かはったんです。帰ってきてまたやりたかったらやらはったり、これね引退もなければ、要するに定年もないんですよ。自分がやりたい時にやり、そして休憩したい時に休憩し、家庭が大事だったらそこはその時間を持ち、そしてやりたい時にまた本当に本気で目指すことができるってことはね、自分で全部決めれるわけってことはね、自分で人生を決めれるってすごいことなんですよ。自分で年収を決めて仕事できるっていう逆算方式ないと思うんですよ。ですから女性の方やったらね、私ってどんな人間って一回1ヶ月で考えてるんですよ。毎日さ、ブラブラしたいわけよ、服はさ、最低20万ぐらい買いたいわけよ。でエステはさ週1回当たり前なわけよ。あ美容院も月1回かな。あネイルも行くかな。あ、そうだな、運動もしたいからスポーツクラブも行くかな。あでもやっぱり靴も欲しいから靴代もいるかな。あそれとね外食はね絶対安いとこ無理とかね。これ1ヶ月私いくらの女って1回出してみてください。100万あったらああ幸せって思ったら、はい、あなた1200万あったらああ幸せ人生、はいダイヤモンド、わかります？だからああ幸せっていう金額、じゃあ一緒に住んでる親が貧乏やったら気悪いから20万お小遣いあげたい、これも計算入れる、じゃあここの家に建て替えたいからローン代いくら、私いくらあったら幸せな女って計算したら、すいませんね大阪な感覚で、いくらって言ったらいくらか出ます。でそれって今までは考えたくもないぐらい方法がなかった。でも今はまず考えて、ああ幸せっていう月の計算いくらですか、じゃあ毎月お不要服は20万買えて、靴が10万円買えて、親にお小遣いが20万あげれて、そして、自分が毎日自分のビジネスができて、そして車のローンが払えてとか一人住まいをしてて、そして東京にもたまに遊びに行けて、年に3回海外旅行に行けて、こんなことができるのにあなたがいくらいるかってことをさっき考えたら、あなたはどこまで頑張れば夢の実現ができるか、その時に間違いなくその友達も最低 DD かファンダース以上になっているっていうところはすごい面白いです。私は自分の友達が成功できるビジネスやっていうのにすごく面白く思います。しかも招待旅行がありまして、ファンダース DD ぐらいからエメラルドまで年に1回ビジネスクラスの、これはエコノミーですね、今度はラスベガス、その前はイタリアクルーズっていうふうにあります。次ダイヤモンドから下は年に2回ビジネスクラス、今度は、この前はイタリアですね、はい、次エグゼクティブから下は年に3回、来月はドイツに行きます。これは全てファーストクラス、ここまでずっと続いておりまして年に3回、ファーストクラスで死ぬまで行ける、これをねやっぱり自分が体験できるんです。しかも友達がそうなったら一緒に行けるんですね。で私は自分が、もちろんクラウンバサダーになりましたけれども、友達もダブルダイヤ、そして、今度友達は、何かな、ダイヤモンドになります。これ何かって言ったらね、一緒に成功できるってことです。これ、ね、仲間と成功できる。ですからこの権利的収入っていうのは何なのかっていうと自分の人生変えるわけですから、まず何をするかって言ったらまず製品を使うことで気に入ることです。でこれ気に入ったらもうねビジネスとしては完璧8割成功です。まずね誰に言うかよりもまずもうとことん気に入ること、しかもねちょっといいなとかぬるい、むちゃくちゃ気に入ってください。これなかったら嫌みたいな、ポイントついてんでも買うわみたいな、これがあったらねもう絶対喋る。私のグループで主婦の人がね3万点はもう話されへんって言ったんですよ。
でその時にこのマーケティングを本気でやりました。そしたらその子は言ったんです。その人は時給が15円上がるのに3年かかってたわけ、ね、800円から815円、815円から850円なのにすごい道のりを歩いてきたわけ。ってことはその人に言ったら、私みたいな3万点を使う人が人生5年かけてもいいから50人おったらここに行くねんねって言ったわけ。ってことは25万円の収入をすぐ上げれるってことが分かったわけ。でその人はそんなにそれが思って、だから自分が3万点気に入ったらね、50人のネットワーク、50人ぐらいが雨大好きねって、うん、使うだけやったらいいよ、すごい使いたいからいいよっていうような人が50人いたら、この150万って。じゃあ今の生活に25万足される収入っていうのはどんだけすごいかですよね。ってことは自分が気に入ったら気に入っただけ広げるのは楽です。だからディッシュドロップス一本で勝負するっていう人、はいお疲れさん、死ぬまでに成功すればいいですねって感じです。うん、でやっぱりたくさんの製品を気に入った方がいいです。かといってたくさん買えとは言いません。自分のできる範囲で気に入ること、それが何人のお友達を成功させるかです。あとはね、招待旅行っていうのはね、アムウェイではすごく魅力的です。これがアメリカだなって思うんですね。このビジネスの魅力は日本でいながらにしてアメリカの成功を味わえることなんですよ。ですから日本の成功って言ったら、昔宮尾進さんがね、社長という番組がやってて、なんかヒノキ風呂を買った社長がわーはーってやりながら池に濃い泳がしてこうパンやってる姿が印象的なんですけど、そういうね、長いことかかる仕事じゃなくてアメリカの成功なんで、早く自分の思った通りの生き方ができるんで、うん、それを早く目指したい。しかもね、その招待旅行っていうのがね、かなりいいです。北海道やったら交通費はもちろんのこと、ね、自分が思ってもない国にどんどん連れて行ってくる。初めはエコノミーですよ。エコノミーだけどいいと思いません？夫婦ですよ。で旦那さんやってない人連れて行けるんですよ。連れて行きたないっていう人多いと思うけど、一応連れて行ける、うん、それはね、連れて行ってあげるべきです。要するに今あなたがアムウェイができるのは旦那さんが働いてくれてるからです。ですから、連れて行ってあげる。これもなかなかいいです。次、ダイヤモンドはビジネスクラス。これはね、やっぱりね、日本の社長さんぐらいの勢いですね。ビジネスクラス乗れる。しかもハワイにビジネスクラスってなかなかいい感じです。これね、招待旅行です。次、こっから下はファーストクラス。ファーストクラスっていうのはね、一度乗ったらなんじゃこりゃっていう感じです。同じ飛行機やのにどういうことっていう感じ。どういうことってどういうことという話なんですけど、私が乗っていいなと思ったのはエミレーツ航空ですね。エミレーツ航空のファーストクラス、これはすごいですよ。個室なんですよ、まあ、カプセルホテルとは言いませんけど、部屋が1個ずつドアが閉まります。で寝るときに羽毛布団を引いてくれます、上ですなので、ドアが閉める。で私がすごいサービスだなと思ったのは、乗ったらすぐにご飯が出てくるんじゃなくて、食べたいときに食べたいものを食べたいだけどうぞ、ベルを鳴らしていただければすぐご用意します。で各自に自由なときに食べさせるようなシステムになってます。なので寝たい人は寝る、食べたい人は食べるっていう感じ。これエミレーツ、これファーストクラス。こういうコースを、ね、全部アムウェイが用意するっていうのはすごいです。で、ね、皆さん人生一回きりです。このアムウェイで、ね、何を得れるかっていう、製品を気に入ってよかっただけではなく、これを広げていくことにより権利になること、そして仲間の成功を手伝うことによりさらに固いビジネスにしていくこと、そしてもう一つは何よりも自分はできるんやと、今からでもゼロからできるんだって、ゼロから自分の人生変えることできるってことがね、分かっただけでもすっごい人生楽しいですよ。何歳からでも関係ないです。今60なんだっていう人関係ないです。60からやらはったらいいです。全然。なんでかと言ったら、いいもんだから、日用品だから。でこの前58歳の主婦の方がこれ絶対頑張りますって言われたんですよ。なぜかというと、どんどん職場がなくなってきて、どんどんリストラにあって、働く場所がなくなり、でも収入はますますいる、うん、この現状でこのビジネスはすごいチャンスやと思うって言ってました。ですからね、年齢関係ない。で若い方はもう聞いたその時ピンと来たんやったらもうすぐ成功した方がいいです。で遊ぶ時間を長くするべきです。私は24で聞いて早く成功しました。だから楽しんでる時間は長いんです。要するに早く聞いた特権を早く成功するべき。なので人がどう言うかっていうより自分がいいというものをいいっていうことです。
でこのシステムは完璧です。なので私はこのクラアンバサダーまで来ました。そして今度ファンダースクラアンバサダーまで今やろうとしてます。な間違いなく22の成功を今手伝っていることに喜びを感じている。それによって億以上になるっていうのはすごいと思います。で皆さんもまずは自分が気に入ること、さっき言ったみたいに、それとやっぱりたくさん仲間に教えてあげること。で本当のアメっていうのはいろんな情報があるけれども、自分がちゃんと伝えてくれたアメをしっかり持つことです。そしてもう一つは自分はどこまでやるかまず決めてください。なんとなくやってるっていうより目標を持ってやられた方が友達は分かりやすい。そして自分がいいものを広げてるだけじゃなくて夢も叶えていきたいと思うならそれはっきり言われた方がいいと思います。そして私は絶対中島かおるさんがまぐれでもエメラルドっておっしゃるんだったら、まぐれでいけるならこれ600万から1000万かな取れるんだったら、まぐれでもやれるんやったらやってみようと思います。たですね、3人ぐらい。なので中島かおるさんという方はこの倍の40人、世界ナンバーワンのグループ、世界で一番、すごいピンを取ったのは中島かおるさん、それが日本人であるってことも私らにとってはすごいチャンスです。そしてここは入本さんがいらっしゃるのでトリプルダイヤということで、本当にクラアンバサダーを目指す位置にいらっしゃる方がね、この北海道で一番中心になっていらっしゃるってことは、まあ、皆さんは最低トリプルダイヤまで目指せれるし、クラアンバサダーになれると思うので奥まで行けるし、何よりもこのビジネスはこれからもっともっと広がると思います。その時にうちの主人のようにやっとけばよかったっていうのか、その時に気づいてでもやってよかったと思うのかはすごい違うと思います。でピンときたらぜひ参加してください。あとは直感です。私は安住さんに言われました。最後はあなたの直感だと。直感だからピンときたらやった方がいい。人が何て言おうがすごいんじゃない、面白いんじゃない、これってもしかして僕の周りにも必要な人いるんじゃないって、面白そうってもし思ったらもうその感です。自分の直感だけを信じて私来たんですね。ですから皆さんも周りの声がいろいろあろうとも、自分がこれ聞いていいな、すごいな、使ってみたいな、あこれやってみたいな、これだけはね自分が本気で守った方がいいですよ。それが多分一番後悔しない。でピンとこない人ははいさよなら、さようならということで、まあそれは縁がなかったなということです。でそういうことでいいと思うんですね。だから引き止める気もないし何もないですけど、ただ私は今日は呼ばれて、ね、縁があって今日は来ました。皆さんどう広がったか分かりませんけど、これはやる人はやります、広げる人は広げる、成功する人はするんです。そして人生を変える人は変えられると思います。それにね自分がすごいないいなって思うならぜひね遠くから外野で見るんじゃなくて、プレイヤーとして中に入るべきだと思います。あとは、自分が成功できるかどうかは目標を持って諦めるか諦めないかだけでいけますから、これってリスクないでしょ、要するに邪魔がないでしょ、敵がないでしょ、自分のメンタルだけで広がっていく仕事ですから、ぜひ、自分を持たれてやってください。私がもし言えるとしたら、クラアンバサダーまではこのビジネスはできると思います。そしてクラアンバサダーは、なりたい人はなると思うし、億というものが 0% からスタートした初めにもらったボーナスは私1650円です。1650円で電話代が2万やったんです。やめたろかな思いました。でもそんな私が奥まで続いてるっていうことが実際事実で起こったとしたら、本当にこれはアメリカンドリームだと思います。これにピンときた方はぜひ参加してください。ちょっと早いですけどいいですか。はい、早いですけど、マーケティングプラン終わります。ありがとうございました。